どうも、のもりです。のもりの彼女の紹介でございます。はい、久しぶりでございますよ。というか、まあ、今年に入ってあんまり僕ハントしてないというかね、あんまりこう新しいこと知り合ってないんですけど、この年末に来ましたよ。やっとあの子、去年の年末にね、この子の色違いがおったんですけど、それは全然手にすることできなくて悔しいな、どうしようかな、別のオークションで買おうかなと思ったんですけど、やっぱこっちの方が俺はっていうのがありましてね。なぜかというと、僕この子が、出た時ね、私言うたら一緒にデートしてるんですよ。でもその子ある時偽物やいうことが分かったんですよ。で今回ちゃんとした正規の彼女が届きました。はい、結構朝熾烈な戦いがありましてね、でなんとか私の手元に、も手元というか元に来てくださることができた私の新しい彼女を紹介したいと思います。俺もね、その偽物やって、それがその当時ね、もう何年前だ、20年前だよね。20年前にその子と付き合ってたんですけど、ある日、アメ村のショップに行った時に、あ、お兄さん履いてるんやそれ、あ、兄さん履いてるそれ偽物やわって言われましてね、ものすごいショック。でもその偽物は実はですよ、その偽物は言われて、その当時その付き合ってた彼女がね、本場の彼女ですよ、彼女が貯金をはねて買ってくれたんですよ。1995年、私が20歳の時です。24年前、その時は偽物で、アメマラで、あ、兄さん履いてる偽物で、ものすごいショック受けましたよ。あ、お兄さんそれ、あ、履いてんだ、あ、それ偽物だよ、言われましてね。なんでアメマラで標準語なんかよく分かりませんけど、そして私の手元に来てくれたの、あ、え、嘘やろ、合ってんのかな。なんとね、箱がね、普通で、箱普通やな、なんかもうちょいこう、今までやったらね、こういう感じの箱やったり、これもそうですよ、こういう感じの箱やったりするのに、え、むちゃくちゃシンプルな箱、偽物ちゃう。前も会いたくて仕方がないので会ってみたいと思います。え、おー、うわー、かっこいい。あの時とは全然輝きが、うわー、いや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 、くー、うおー、なんだよ、一瞬箱がベタなやつやったからちょっとフェイクもんかなと思ったけど、さすがに、いやー、そうです、 Air Jordan 11 Bread、こいつですよね、ブレッドカラー、全然このエナメルの質の輝きが違います。私は持ってたやつよ、後ろのね、この23で、偽物と見分けるところが実はここなんですよ。ここがね、本当にこれ今ボコボコボコってしてるんですけど、偽物こうツルンとしてるんです。ちょっと触ったらね、ボコボコってなってるんですよ。そしてこの隠されたジャンプマンマーク、まあこれはもうちょっと5に通ずるぐらいのね、クリアソールに対してこのジョーダンマーク、いやー、そうですか、来てくれましたか、私の元にまた。いやー、この中のこいつも、もうこれも捨てられへんわね、こんなね、普通のボールガムじゃなくてここにもジャンプマークが入ってたりとか、いろん、うわー、やっぱちょっと通常の輝きと違う輝きがジョーダンイレブンにはありますね。このジャンプマンの赤といい、もう
この赤黒白の配色がこんなに綺麗に収まってるシューズって俺イレブンしかないような気する。本当にイレブンのこのブレッド、まあもちろんね、あのワンのシカゴからね、黒赤これもまああるんですけど、やっぱバランスとしてね、この白の割合と黒の割合とこの黄金比のようなこれね、いやー素晴らしい作品ですよ。この後ろのね、このキュン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 ってなったこれ、これですよ。いやもうただただあの時私がデートした子は偽物だということを今自分の目の前に初めて本物をこうして手にして分かりました。あの子は偽物だったって。見てエアジョーダンイレブンなんですね。おいものすごくかっこいいでしょう。はい後ろから見てもものすごく生えてるんですね。はい、ってなわけでこの子とデートするのはいつになるんでしょうか。以上ノンモーリーのエアジョーダン11レトロブレッドの紹介でした。チャンネル登録お願いしたいんですね。Bye.